岩手県立森岡第一高等学校は岩手県森岡市上田3丁目にある県立高等学校。2017年11月10日、同校卒の男性が男子バレーボール部での活動中、遠征試合を無断欠席したことにより、顧問教員に1時間にわたって人格否定を含む失筆を受け、在校中の2008年に心的外傷後ストレス障害を発症。 投稿が困難になったとして、顧問と県を相手に、約200万円の損害賠償を求める訴訟で、森岡地方裁判所は、過剰な指導と不登校の因果関係は認められないと、しながらも、指導として、社会的正当性を書いているとして、県に、計20万円の支払いを命じる判決。同地裁は過失を認めて医者料の支払いを教員に、命じたが、当該教員は、 判決を不服として高訴審で係争中に、岩手県立小塚田高等学校へ不任不任先にて男子バレーボール部顧問就任。応援団があり、全校生徒による選挙で選出された応援委員が中心となる。同校では、生徒全員を応援団と位置づけ、その中核を応援委員、全校、応援練習の場で、 新入生の指導に当たる3年生の有志を、大有士、クラスで、新入生の指導に当たる2年生の有志を、指導有志と定義している。開かれた学校づくりを進めるため、日日を限って学校を一般に公開している。以下、日程。遠隔症岩手県立図書館、宮沢県治太平洋戦争中に修行年限が4年に、 短縮されたが、戦後から廃止までは5年に戻った。現在の岩手県立森岡第三、高等学校とは、無関係。部活指導、過剰岩手県に、賠償を命じる森岡千裁朝日新聞2017年11月11日。岩手県立中バレー部顧問の対罰と暴言、違法賠償像の判決産経スポーツ2019年2月1日。同行では、応援を、 応援、応援団を、応援団と、旧字体で、表記するのが伝統である。YTV、沢口美穂アナスポーツ少女が、運音なの出会い、ヨガ検定4級持ってます。スパニッキーアネックス、スポーツ日本新聞社、23セプテンバー2018、2020年8月24日、閲覧、ありがとうございます。